失礼します。何ですか、あれってある、お年玉もらってきたやつ。あーどう、あ1万1500円入ってるよね。そう、これを30分間で使いましょう企画をやります。おー、うん、それで使い切れなかったお金はママに渡すの、渡すの。それは絶対ですね。でも30分で1万円使って贅沢だね。どこ行く、お買い物って言えばね、原宿かなって思いますね。じゃあ行っていきましょう。それではどうぞ。はい、というわけでね、原宿に着きました。発見した通りですね。ここから30分間スタートです。どうしよう、1万1500円だから結構ありますね。何にしようかな。並んでるところだと並んでる時間で取られちゃうと思うので、空いてるところがいいです。あ、三宝石行こうかな。うーちゃんにねお土産買ってくるって約束したので、三宝石に行ってね、うーちゃんのお土産を買いたいと思います。はい、うーちゃんのお土産買ってきました。740円分買いました。7分経過です。やばいやばいやばい。次は行きつつ決めます。あ、見てください、いちごめめっちゃ美味しかったので食べます。あ、ついてますね。いきます。いちご飴ロングを買いました。これで750円でしたね。いただきます。おいしいです。今12分経過です。やばい、ごちそうさまでした。はい、今からエチュードハウスに行きたいと思います。買うものは決まってるので早く買ってきます。はい、エチュードハウスで買ってきました。2800円ぐらいでした。もう竹下通り終わっちゃいますよね。どうしよう、やばいって、あと7000円残ってるの。ママに返さなきゃいけなくなる、うん、どうしようどうしよう。こっち行くの、うん、こっち行く。なんかありそう。私はね、このオンチャラスプリングみたいなやつをトッピングしてもらいました。1070円でした。いただきます。まあ、あと10分ぐらいですけどね。やばいやばいやばい、美味しい、美味しいです。はい、ということでね、ロールライス食べ終わりました。ごちそうさまでした。え、やばいね。え、ちょっと待って、ラホール行きます。とりあえずやばいです、やばいです。行きます。はい、ということで、ラホール原宿のセーラームーンストアに来ました。見ていきたいと思います。はい、ということでセーラームーンストアで買ってきました。1408円ですね。可愛いのいっぱいあったんですけど、他にも買いたいということで今回はね、これだけにしました。いただきます。2個見に行きます。これ可愛い、巾着。あ、鳴りました。どうしようどうしよう。でもまだ買いたいものあるからってさ、使わないでいたらめっちゃ残っちゃったんだけど。帰りますか。悔しい。はい、ということで帰ってきました。はい、じゃあ買ってきたもののね、購入品紹介をしていきたいと思います。まずエチュードハウス1つ目、エチュードハウスダブルラスティングクッション、これの積み替えバージョンですね。私のことをよく知ってくれてる方は知ってると思うんですけど、私本当このファンデーションよく使ってて、今回はねまたなくなってしまったので替えを買いました。続いてエチュードハウスラッキーフレンズルックアットマイジュエル、トムとジェリーとコラボしてるっぽくて、今回はアイシャドウにしました。これ1個だけで500円ぐらいだったのでコスパが良かったのでね。しかもめっちゃ可愛いの。じゃん、セーラームーンストアで買ってきました。まず1つ目、ちびうさのクリアファイルですね。こんな感じで仕切りになっててリングな感じになってるので、すごい開けやすいし、めちゃめちゃ可愛いデザインが、学校とかで使いたいと思います。はい、続いてじゃじゃーん、セーラームーンのノートですね。このデザインめっちゃ好きで、レトロ感があってカラフルで可愛いです。しかもノートの中の柄がめっちゃ可愛くて、ここにセーラームーンとかみんないるんですよ。なんか持ってるだけで映えますね。こんな感じでした、セーラームーンと。
うーちゃんにねお土産買ってくるって約束したので三宝石に行ってねうーちゃんのお土産を買いたいと思います。うーちゃん、はい、うーちゃんを呼んだのはですねプレゼントがあります。こちら三宝石で買ってきました。目閉じてください。まず一つ目、うーちゃん目閉じてください。スライム、そうユニコーンのスライムです。うーちゃんユニコーン好きだしスライムも大好きなのでね買いました。はい、ありがとう。はい、まだあります。じゃん、ユニコーンのゴムです。ユニコーンのゴムをね2つ買いました。色違いですね、ピンクと水色と青と白、そう、そう、うん、そうだからね2つ結びしていきたいと思います。ありがとう。はい、ということでね購入してきたものを紹介しました。かわいい。あとはイチゴ食べてアイス食べて終わりです。あー、もうちょっとやりたかったな。ジャンキンが、はい、1234637円。お預かりいたします。あー、なんかもう30分って結構長いかなと思って買おうと思っちゃうんですけど後でちょっとみたいな感じでやっちゃってすっごい後悔したんですよ。優柔不断なところ直したいですね。はい、ということでね、お年玉30分で使えてませんでしたね。次こういうのがあったらね、もうパパパって決めてね、悪いの、もう後悔がなくならないようにお買い物したいです。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ゆうちゃんします。